はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日は、これはなんだ？第3のビールですね。サントリーの冬道楽。旬の味覚と楽しむ。まろやかなコクと旨味。アルコール度数が 6%。限定醸造です。天然水仕込み。原材料が発泡酒、過去麦芽とホップと糖類とスピリッツ、過去小麦です。原材料となる発泡酒を限定醸造しています。まあ、あれですね。いわゆる、秋っぽい。秋になると、この類のね、第3のビールが出てくるんですけど。ね、なんか、似たり寄ったりのね、ものが出てくるんですが。乾杯。ちょっと苦いですね。苦味がある。冬季限定新ジャンル、冬道楽を10月の23日から発売、新発売。うまみ、麦芽を 1.3 倍使用するとともに、数種類のホップを配合し、レイトホッピング製法を採用することで、まろやかなコクがありながらもスッキリとした後味を実現しました。パッケージは、カニなど冬の味覚を、想起させるイラストと、旬の味覚を楽しむの文字で商品コンセプトをわかりやすく表現しました。だって。苦いんだけど、なんか、奥の方で甘みを感じる、商品ですね。やっぱりなんかこの変なこの、後味でちょっと甘いっていう、ね、この中にね、結局糖類が入ってるからなんですよ。この微妙な甘さはね。うん。だからビールとか第3のビールに糖類なんて入れるんじゃないよって言いたくはなるんですが、わからん。この甘みがなければもっと美味しかったのに。あれなんだこれ。お？あ、金麦の新しいの出るらしいぞ。金麦の濃いめのひととき、リッチモルト 1.3 倍、限定醸造だって。11月20日新発売、アルコール度数 6%。うわ、これ買うわ。これは買うわ。ぶっちゃけなんか、この秋が来るんだよな、この手のさ、この手の琥珀エビスの、ねえ、琥珀エビスのパクリみたいなやつ。すごい、秋が来るんですよ。もう一瞬にして飽きるんだよね。もう何口か飲むと飽きるんですよ。なんか変な甘みに。変な甘さがある。この変な甘さがなければな。なんか、すっきりしないんですよね、この後味がね。なんか、こう、さっぱりしないんですよ。なんか、べたーっとなんかくっついてくるんですよね、喉の。
喉のあたりにベターっとなんかくっついてくるんですよ。多分これを、この感覚を分かる人間は多分俺しかいないんですよね。このなんと言いますか、この分かりやすい例えだと、あの甘味料とかね、甘味料が入ってるチューハイとか飲んだ後に、うわべっとり口の中に残ってるみたいな、飲んだ後もなんかじんわりくるんですよ。もうこれだからこういう系は本当に飽きるんですよ、ものすごい。もう飽きたもんね。もう飲み飽きたんですよ、もうすでに。まだ一本飲んでないのに。飲み飽きるパターン。もうなんか、変な甘みがあると本当に飲み飽きるんだよね。もう喉にこう張り付いてくるんだよね、甘みみたいなのが。ダメ、まあダメっていうこと、まあでもあんま美味しくないな。でもな、このべったり張り付いてくる、コクはあるんだけど、ただコクがあるはゆえちょっとあのおかしいね、ちょっとおかしな甘さになってるというか、甘さが来るんですよね。これあんま美味しくない。4442です。ご視聴ありがとうございました。